瀬さん、コンテンツビジネスをやってきて何年もやってきて、買った機材が目に見えてマイク1個ってのもすごいですよね。すごいコストパフォーマンスだなと思います。まあなんかよくね、マイクこうやって輪っかみたいなのつけてとか、こんなんやったりとか、バックにねなんかスクリーンがいっぱいあったりとか、いろいろとああいうのがないと放送できないんじゃないかなって考えてる人もいるかもしれませんけど、そんなことはないですよね。で本当に画像と音声が届けば何でもいいといえば何でもいいわけでなんですよ。で逆にこれね、与沢さんが言ってたかな、あの中身が良ければ向こうから探しに来てくれるし、別に見せ方なんてどうでもいいと。でそういうのに自信がないから広告かけてみたりとか、プロダクトロンチみたいなのを入れて、売り込んでいくんだよと。でもどっちがいい悪いじゃなくて、自分の今ベストを尽くせばいいんじゃないかなというところですよね。だからなんだかんだっていう風な型にはめなくても、まあそのスタイルで最善の結果を求めていけば、それがビジネスなんだろうなと思いますよね。確かにね、うん。まあ、ですんで、なんて言いますかね、まあこだわりを捨てろっていうのを別の言い方で、執着するなっていうわけなんですよね。今ね、私カンフーずっとやってきて、少林寺の、まあ、教えとかっていうのがあるんですよ。そこには執着心を捨てなさいっていうふうにね、うん、そういうふうな言葉がたびたび出てくるんですよ。だからこうでなければならない、ああでなければならないっていうふうな、ねばならないっていうのがもうすでに執着していて、執着すると執着したことに束縛されるっていうふうな形ですよね。だから今あるものは次の瞬間なくなるかもしれないし、なくなってもいいんだよと。全ては無になり、無からまた有が生まれ、その繰り返しを呼吸のように繰り返し、それがいつ終わるのかわからないとかね、でいつ始まってるのかわからないと、うん、全ては生まれ、全てはなくなっていくと言うんですかね。かなりね、まあいい言葉を聞かせていただいたかなと思います。だからいずれは私たちは仏に帰り、仏に許され、仏の前に出ていくんだと、なんかそんなこともねあってね、本当なんか聞いてしまうなと思いますね。仏教といいますか、少林寺の教えっていうのはね、うん、まあまあいろいろあったんですけども、今回ね、その何、右翼左翼ってあるでしょ。ですぐに人が発信すると、ネトウヨだとかね、パヨクだとかっていう風なカテゴライズするんですけども、そもそも人間ってカテゴリ分けされることはないのかなと思うんですよ。例えばネットワークの人とかね、保険の外交員とか、ネットビジネスの人とか、マトリックスアフィリエイトの人じゃないと思うんですよね。人は常に変わり続けてるから、かつてはそうだったけど今は違うものっていう風なね、うん、だから右翼でもないし左翼でもないし、瞬間的に右に寄ってるかもしれないけども、でも自分の中の一部は左翼な部分もあるみたいな、全てがこうグラデーションのように融合して一つの答えができてるってところを考えると、人を型にはめるのがね、いかに愚かなことかが分かるというふうに学びましたね、今回ね、うん。まあ、今回っていうのは今年に入ってその少林寺を学んでいって、そういうことを今心に留めたってことなんですよ。だから昔なんかその少林寺の、ね、話の中に、あるね、こう戦いに敗れた将軍が落ち延びてきて少林寺の修行僧になって、そして功徳を卓圧に回ると。で卓圧に行った先が自分の国を滅ぼした王様のところに行ったっていう風なね、ぜひお恵みくださいみたいな感じでやったらしいんですよ。そしたら、お前何々だなって言われてね、かつてそのような名前だったかもしれませんが、今は仏に捧げている身でございますみたいな感じでね、ひっ捕らえろみたいな感じだったんですけども、単なる修行僧の私を捕らえてどうするんですか、もちろん私の命はあなたにも捧げる、ひいては仏に返す、これはいつでも構わないんですが、私を今捕らえて、で処罰したところで、処刑にしたところで、私の国はもうすでにありません。もう身内とも縁を切って、私一人の存在ですから、誰も悲しむこともないし、誰を人質に取ることもできませんよ、私はもう完全に無ですよと。でもその上で私一人を殺したいならやりなさいっていうふうにね、なったらしいんですよね、うん。まあだからね、まあ、右翼左翼の話から来ましたけども、うん、まあ今ね、右翼左翼って分け方も古くって、それこそが型にはめてるわけなんですよ、こだわってるわけなんですよ。そうじゃなくて、例えばね、右翼左翼って分け方じゃなくて、上級国民と下級市民っていう分け方の方が今風なんじゃないかなっていうふうな意見もあったんですよね。だから右翼左翼って左右でしか分けることが考えられない人っていうのは、この上下の分け方ができないっていうふうに言われてましたね。
上級国民、どんなに国民の味方をしてくれそうな国会議員であろうとも野党議員であろうとも、もうみんな上級国民だよと、うん、いくら国民の気持ちに寄り添ったようなことを言っていても、結局は最後は自分の身が守られれば、私たち下級国民のことは気にしていないと。だから救済法案が通らなくても頑張ったんですけどねで終わりというね。まあ、だから何が言いたいかというと、私たちは右も左も上も下もないわけですよ。とにかく自分がやったことによって自分の人生が支えられるかどうかが決まってきます。こだわりを捨てて執着を捨てて、今ね、自分のやるべきことを、まあ、ベストを尽くすと。そこには過去の自分はこうだったからできるできないではなくって、今日この瞬間に全てをぶち込めばいいのかなと思うんですよね。でそれが目的が達成されなくても、うん、惜しむべき何者もないと。どうせ私たちは道半ば、人生終わるときは皆仏の前に帰るのだからということですよね。その仏の前に帰るとき、憎くてしょうがないようなあの敵も、愛してやまないあの人も、みんな同じところに行くというふうに締められてましたね。